あ、じゃあ次のマンスリープルテレビ、はい、ご来場ありがとうございます。結構いるんですね、9月に卒業する人が。あ、そう、おー、帰国子女、帰国子女の人が多いですね。あ、そうなんだ。藤原もそういう気分でねえこの後ビッグカメラに立つ、これね卒業ってなんだろうと思って。お前チェッカーズかよ本当ですよ。ああ、そういう人か。卒業って何だろうと思ってたら多いかなって思って、はい、僕なりの考えで、うんうんうん、卒業って何だろうってさ、確かに思うけど、この時期思う人あんまりいないよね。高3でしたね。で、マルクス、マルクス、マルクス、偉い人の言葉、うん、この考えを聞けば、うん、いいんじゃないかなって。マルクスは何て言ってるの。マルクスはこうステップを踏むことによって、うん、卒業卒業ってステップを踏むことによって最終的に、まあ、極楽に行けるっていう。極楽にそんなお坊さんみたいなあ、次、あ、これ次の、あ、はい、こういう例え話ってあるの、ね、あるの。なんか壺に大きなものから先に入れないと、うん、大きなものっていうのは大事なもの、大事なもの、なるほど、人生によって大事なもの、プレステとかするのそういうものを先に入れないと後から入れることはできないぞっていう。ああ、なるほどね。え、何、最近そういう本ばっか読んでるんだ。そうですね物を詰める方法とか物を詰める方法物を詰める仕事に、仕事これいつもの藤原公園藤原公園一人なんだね、一人で。ああ、おい、大丈夫、通報とかされない。周りに人いなかったので。いない、大丈夫でした。もうぐっちゃぐちゃだ、もう、いや、実際やってみたのばっかりと、うんうんうん、なんかぐちゃぐちゃなんですよね、これ子供か、お前、うん、俺の人生まずきがないと、まあ、これが人生ですよ。ああ、イノキオ第2話、すごい絵が可愛くなってるんですね。ここすごいですね、序盤ね。これフラッシュ入れたんで、フラッシュで作ろうって。この後ですよ、衝撃は。一話と変わってね。この可愛さはどこに。この落差は。顔違いますな。なんで最初。まあいいじゃないですか。これもうクジラなんですね、本当は。この間ディズニーランドで分かったんですけど、クジラですよ。そうだ、クジラに飲まれたんだと思って、クジラのベーコンみたいなのにすればよかった。おお、怖い。うん、が一応ね、スティッチなんでディズニーつながりっていう感じで。そんなとこ見てなかったですね。北村さんは本当スティッチとかそういうの好きなんですね。全然好きじゃないです。なんかくれるんですよね、好きだと思ってますね。クマとかそう好きだと思って好きじゃない。あ、ほら、これがね、アフターエフェクトになりました。そうそう、モーションブラが効いてる。毎回ソフト違うんですね。ソフト違う。かっこいいな。毎回じゃあ6万円ぐらいのソフト買って。そうですね。おや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 、いやー、うん、いや、根本的に間違ってるのが、これ口周りいつも白く塗ってるんですけど、縁起に合わせるんだったら黒く塗ればよかった。そうですね。サボった罰にしては厳しすぎるやろ、これ。これはこれでもね、この 3D レイヤーみたいなのが使えるんで、横向いたんでちょっと 3D で、そうなんだ、すごいでしょ。ついてきてるってことですね、これね。そうなんだ、こんなところで口ないですけどね、縁起は。口走ったことは口なんだよね。楽しみかな、あかんからな。北村さんって大阪ですか。全然違います。あ、違うんですか。群馬です。大阪弁うまいんじゃないですか。どうですか。え、大阪弁。大阪弁。これすごかったですね、本当に。あ、うん、しょうがない。
これさ、コメントで沖田くん怒ってたでしょ。怒ってますが喧嘩してんのもんね。これ本当に広告だもんね。そういうコーナーじゃないじゃんっていう。こんな宮城さんのさ、足の指毛とか見たくないよね。これね、確実に個人ブログでも繋がれますよね。こんなね、足の指毛を映すためにね、インターネットできたんじゃないですか。世界中の人にね、YouTube に載ってる。そう、先人の知恵を何だと思ってる。これも2本目入ってるわけですからね。おお。これは結構持ってると思った。今までのアイデアが、ね、方法みたいなのか、かつての上司からしたら、まあ、いいだろう。カットが4個ぐらいあるじゃないですか。うん、あ、これ4つのとことか。あ、僕これ持ってます。わかんないんだけど。うん。肉。さ。わかんないですね。これ使っていい映像なんですかね。いや、だいいでしょ。うん。いいですよ。多分素材集とかですか。そんな気に使ってると思います。いや。これもわかんなかったですね。これわかんないね。説明してますか。これのセリフ聞きましょうよ。中学生でももうちょっとインスタ編集できますよ。お疲れ様でした。ねえ、あ、うっかりさん、うっかりさん、お、あかましいじゃないですか。これ全部リアルで、全部リアルです。これ全部リアル、全部リアル。ハグハグ横で言わないんだよ。また割りの声しかね。また割りの声。これをここで見ると思わなくて、今日送れちゃった。また折までやらされて。見るよ、だって、ね、はい、もうすごい。ちゃんと作ったんでしょ。ちゃんと作りましたね。キドー、これですよ。モノマネに似てる。これ似てなかった。ソフト。この似てなさは良かった。微妙。やってやって、今やってやって。愛なんて切らねえよな。全然似てないですね。チョイスがすげえ悪いっていうのがすごい。大森周辺でこのおすすめランチのご紹介いたします。ウィンナーコーヒーのね、重度のボケがね、ボケが。でもあれだよね、ジュニさんが人を取るようになった。そうなんですよね。安藤さんをね、安藤さんをスタンド、スタンド。すごい雨降ってたんですよ。デイリーはケイン小杉ですからね。ケイン小杉そんな使われてないですけどね。ケイン小杉ですか。筋肉っていうイメージ。すごい痛いんですよ。なんか痛いんだ。硬いんだよね。本当硬いんです。ここ股関節叩いて腰が悪くなるらしいよ。そうなんですか。うん、病院の待ち合わせ。動画見てくださいよ。ああ、そう。ステージですよ。シーンってなる感じがたまらないです。いいよ。いい。